ポケモンカードジムウィンターバトル、イエイ。どうもポリネシです。今回ですね、ポケモンカードジムがですね、なんと少し12月から面白いイベントやりますという感じで告知をします。特殊レギュレーション、そう、サンドムーンシリーズのみというレギュレーションで構築されます。12月1月でとりあえずね、サンドムーンレギュレーションのみで遊んでみようぜっていう軽い感じのイベントです。で、参加賞はプロモカードパックの第3弾になりますけれども、優勝するとグズマのプロモカードがもらえるらしい。これは行くしかないっしょ。というわけでね、今日はサンドムーンシリーズのレギュレーションで組むための注意点をね、ポニタ SC が簡単に説明をしていこうと思います。まず1点目、バトルサーチャーが使えません。これはね、もう XY シリーズで鍛えられているみんなからしたら非常にこう由々しき問題ですよね。はい、アスルラピン刺しグズマをね、1枚とかそういう風にしていて、バトルサーチャーダイヤルだった人はね、少しデッキ構築を見直さないといけないかなという感じ。あとはね、プラダ博士は使えない。これがもう一個の問題ですね。まあ、基本的にシロナを4枚採用したいんじゃないかなという感じ、代わりに。はい、で N も使えないんで、相手のね、手札に干渉するカードも欲しいかなという感じ。ビッケかイリマか、あるいはサトシ VS ロケット団に入っているロケット団の嫌がらせあたりをね、入れておくといいかなと思います。そうで、オカルトマニアが使えなくなるので、結構特性が強くなる感じがあります。で、アズサも使えないんでね、ちょっと、進化デッキで種ポケモン並べたいデッキに関しては少し不利かもしれません。代わりにネストボールとか、あるいはアローラロコンとかのね、採用が増えるかもなという気もしますかね。で、タイプごとにいっていくと、まず次元の谷が使えなくなるのが結構超タイプ痛いなっていうところと、ストロングエネルギーとね、コルニー、それから気合のタスキが使えなくなるので、トータイプも結構きついかもしれません。で、炎に関しては鍛冶屋が使えないんですけれど、まあ、火器があるからデッキタイプ借りますけど、まあ別デッキになってくるかなっていう気もしますね。で、水はうねりの大会とダイブボールなくなっていくところですかね。あとマナフィー EX、 それからガマゲルゲ EX がなくなるのと、ゲコがブレイクでもね、使えなくなっちゃいますね。雷タイプに関してはそこまで大きな影響は受けないかなという感じ。まあ、マルマインが使えなくなるんでね、そういう専用デッキ系は少しありかもしれません。アクはね、XY シリーズのゾロワークが使えなくなるっていうところと、まあ、ダークライ EX が使えないですね。鋼は、まあ、マギアナ EX が使えなかったり、ドジャ君が使えなかったりっていうあたりがちょっと厳しくなるかなっていうところ。ただまあ代わりのね、加速手段も用意されてますんで、まあ大丈夫かなっていう気もします。ドラゴンタイプしんどいですね。はい、ダブルドラゴンエネルギーが使えなくなるところが一番しんどいポイントです。フェアリーはね、メガスタネティ X が使えなくなるところとか、まあゼルネアス系列もね、使えなくなるんで、そこら辺ですかね。草はね、しんどいです。巨大植物の森が使えないんで、まあジュナイパー GX とか森頼りのデッキは結構プレイングがだいぶ変わってくると思います。新しい環境でもあんまり変わらずに動けるのは、まあ、グソクムシャ GX だったり、それから、カピブルル GX とか、あるいはホウオウ GX とかね、この辺りはね、比較的動きやすいデッキかなと思います。はい、ソルガリがいるんでね、いろんなポケモンが加速できる環境でもあるんで、割と代わりにいろんなデッキが台頭してくるかなと思います。もちろんね、通常のジムバトル、サンデーバトル、ナイトバトルに関しては通常レギュレーションでやってますんで、いつものスタンダードレギュレーションでの対戦もできますんで、ご安心ください。ついにポニタ SC のファンミーティング開催します。はい、日付はね、12月9日です。場所は徳島県です。徳島県の、まあ皆さんからね、ツイッターでご提案もいただいていた石井町、石井町、石井町かな。はい、徳島県の石井町の公民館で実施しようと思っております。特にね、事前予約とかなしで、まあ当日参加できるようにしてますんで、まあ、時間にあったらね、この場所に来ていただければと思います。まあ、会自体はね、本当にもうポリニータ AC プロデュースということでですね、まあ、万が一何かがあったとしてもね、まあ許してくださいっていう感じで、はい、
ね、やることとしてはね、抽選で対戦ができるよっていうのと、サイン会やるよっていうのと、あとなんかこう大抽選会やるよみたいな感じのあれでいこうと思います。はい、あとはね、もう堀田医師による生ブロマイド写真撮影会とかもね、やろうと思ってるんで、全国のポニータ医師ファンの皆様はですね、徳島県にお集まりいただいて、はい、ぜひ参加をしていただければと思います。たとえ誰も来なくてもやりますんで、まあちょっと覗いた時にガラッガラだとしても皆さんね、こう安心してわーって来てください。逆にもう入りきんないくらいパンクした場合は、皆さん申し訳ありませんけれども、立ち見とかね、席がない可能性もあるんで、まあ、そこはまあ僕も何人来るか全く分かんないんで、そこはよろしくお願いします。まあ、1000人もね集まったらもう大会開けるレベルですから、ぜひ皆さんどしどしとご参加ください。当日の様子はね、何人集まったかも含めて後日放送しようと思います。はい、というわけで以上発表でした。また次回。